4月22日、九州キリスト災害支援センターの話し合いが持たれました。物資、ボランティアの受け入れ体制、ゴールデンウィークの対応、子どもの心のケアなど今後の見通しが立てられました。同団体の横田ポール氏は、今は緊急支援の体制から次の段階に入りつつあるとし、今後の支援について次のように語りました。掃除をすることや整理することや、そういったことが今求められてきております。また現地のニーズはどんどん変わってきますので、できれば特にこの献金を通してまた捧げていただけたら、本当にその現地のニーズに迅速に応えるようなことができていくでしょうし、でそういう教会の再建のためにも、ぜひこれを役立てていきたいと願っております。現在被災地には日本各地、そして世界からボランティアが駆けつけています。東日本大震災で被災した石巻市の方々、海を越えてシンガポールからもボランティアが訪れました。やっぱりいろんな形で石巻の地震と津波で来てくれたボランティアさん、またそういう支援してくれた人にこういう形で、自分なりに返してあげたい。I haven't been to Japan before, but I always have a heart for Japan. So when this thing happened, I wanted to come and help. And at the same time, that God's name may be glorified. So when the second earthquake hit on Saturday, in our church, we actually asked for volunteers, whoever can come and help. So.避難所として開放されている益城中央小学校では、旧西郡西日本地区の方々を中心に、ボランティアによる炊き出しが行われました。余震が続くっていうのはやっぱり一番不安っていうかな、だから夜も寝られない、そしてやっぱり食事も十分栄養が取れない、だそういう中でやっぱりほっと一息ついていただく、もうそれだけなんですよ。一つで助けるってことが、なんかできたらいいなということで来ました。被災者の方々のリクエストに応えて用意したというラーメンとチャーハン。避難している方々からはほっとしたという声が聞かれました。避難所で食べられるなんていうようなあれじゃなくて、とても美味しかったです。益城中央小学校と山の内小学校に合わせて約700食を提供しました。キリストの愛で一心に仕える方々、被災地のニーズに応えつつ、毎日が目まぐるしく過ぎていきます。ここに来ているボランティアの人たちも、ぜひ皆さんイエス様語らないでも、皆さんの歩みを通して、皆さんの行いを通して、皆さんの手を通してイエス様の愛が表されるので、ぜひ一日そういうふうに過ごしてくださいと言って毎朝送り出されているので、ぜひ全国の皆さん祈ってくださって、支えてくださって、教会が再び立ち上がることができるように祈っていただければ幸いかなと思っています。震災から1週間以上が経過しましたが、現地の奉仕者のために今こそ祈りの支援が必要です。